Today, we practice using te form to describe the ongoing state of the things. For example, somebody or you locked a door, and the door is still locked. Then you say, ドアが閉まっています。 例えば「電気消える電気が消えています」いいですか? 1「1ドア開く」「ドアが開いています」「ドアが開いています」2「2鍵かかる」「鍵がかかる」

コピー機が壊れています。六。メガネ。くもる。メガネが曇っています。メガネが曇っています。ラーメンを食べるとメガネが曇りますよね。 Repeat after me. 1. 1あれ、T シャツに穴が開いていますよ。あれ、T シャツに穴が開いていますよ。2. セーターに値札がついていますよ。セーターに値札がついていますよ。3 車のドアがちゃんと閉まっていませんよ。車のドアがちゃんと閉まっていませんよ。四フォークが汚れていますから取り替えてもらいましょう。フォークが汚れていますから取り替えてもらいましょう。 Oh. ズボンの着が開いていますよ。ズボンの着が開いていますよ。Now imagine you came back from work and found that your house has been burgled. The police came and asked some questions how it was when you got home. So, you answer with step form and past tense. For example, ドアは開く。ドアは開いていました。When you got home, the door was open. Here, door is introduced as a topic, so door is followed by the topic particle は.ドアは開いていました。いいですか? 1. 玄関の鍵は? かかる玄関の鍵はかかっていました玄関の鍵はかかっていました 2. 部屋の電気はついていない部屋の電気はついていませんでした 部屋の電気はついていませんでした。三窓は開く。窓は開いていました。窓は開いていました。四窓ガラスは割れる。窓ガラスは割れていました。 窓ガラスは割れていました。5デスクトップは床に落ちるデスクトップは床に落ちていました。デスクトップは床に落ちていました6お金はなくなる。 お金はなくなっていましたお金はなくなくっていました。この部屋ちょっと変な匂いがする。 そうだねあバスルームの鏡が割れてるよタオルも汚れてるああ見てカーテン破れてるし壁に穴が開いてるしえ本ほんとだひどいね部屋変えてもらおうというかホテルを変えようよ Repeat <after> me. 1, 1バスルームの鏡が割れてるよ バスルームの鏡が鏡が割れていますよ。にタオルも汚れてる。タオルもも汚れています。ます3カーテン破れてるしカーテンが破れていますし。 カーテンが破れていますし四壁に穴が開いてるし壁に穴が開いていますし壁に穴が開いていますし今日はここまでです。楽しかったですね。ではまた。